はい、どうも皆さんこんにちは、リーズアートです。はい、というわけで今回もフォートナイトはやりません。今回やっていくのはとある人がねフォートナイトを引退してしまったことについていろいろ話したいと思います。ではやっていきたいと思います。はい、まずね、これを見てほしいんですけどね、ルリでございます。はい、もう皆さん知っているよね、競技勢だったら。知らなかったらもう今すぐもう競技のね、いろいろキャリアとか見た方がいい。もう競技で一番稼いでる、まあ、賞金を獲得してるのはこの選手、そう、高村 MM ことルリでございます。そのね、ルリがこのツイートの通り、ということで、フォートナイト競技引退します。3年半ほど今まで応援してくれた方や全ての出会いに感謝します。これからは形が変わりますが引き続き応援していただけると嬉しいです、ということでね。正直なんか結構マジ心に来たものがありますよ、これは。だってさ、3年半ねずっと一緒にルリと、まあ、やってきたわけですから、まあなんだろうね、3年前のワールドカップ予選のディオからルリと組み始めたんですよね。そっからまあ約1年ほどずっとディオ組み続けて、まあいろいろ出たね。 EU 遠征の時に、まあモングラールとかいっぱい参戦してる、まあ、ディオの大会でルリと一緒にビクロイとかもしたし、あ、一番やっぱでかいなと思うのは、やっぱりかな、ディオのさ、ウィナーロイヤルみたいな、冬の大会みたいな感じで、結構ね、賞金も高くて、3日間ある大会だったんですけど、その3日間で、1位、1位、2位みたいな感じだったっけな、確か。そんぐらいにめちゃくちゃいい成績と残したんですよ、ルリとは。で、まあ、こんな感じでね、リプで、ディオ組んでて一番結構いい結果残したのはお前だったみたいな感じで、まあ、いろいろリプしたんですけどね。いや、 やっぱ悲しいね、さすがに。なんか結構ね、いろんな人にみんなどう思うルリのことみたいなこと聞くんですけど、やっぱみんな、いやちょっともうメンタルやばい、もう結構きついわみたいな感じでみんな悲しんでますね。まあ、そんだけルリがみんなから大事な存在だったってことですよね。いやー、まあというわけで今日はね、まあ、ルリのね、今までルリの戦績を皆さんで見ていきたい。はい、まあ、ルリの凄さをね伝える動画でございます、今回は。はい、はい、というわけで AD 見ていきたいと思います。で、まず皆さんに、見せたいのがここ、オンライントップ、アーニンズんっていう、なんかよく僕もちょっと漢字読めないです、英語読めないですけど、ま、日本語に言い直すと今まで稼いだ賞金額のトップ5ってことですね。で、なんと、まあ、5位アリス君、4位ピーターパン、3位マーフィン、2位クジャ君、1位これルリなんですよ。ちょっと分かりにくいアイデアなんですけどね、なんとね引退したんですけど今1位でございます。はい、まあ、もしかしたらクジャクとかに多分もう抜かれちゃうと思うんですけど、今1位っていうのはね、もう変わりのしない真実なんでね、まあ、すごいですよ。いくら稼いでるのこれ。11万円ドルやから約1100万円かな。競技だけでだよ、無料ゲームで1000万稼いでんだよ、やばいでしょ。まあ、俺はまあ800ドルぐらいやけど、ルリはもうやばい1100ドルっていうことでね、これがもうすごい。簡単に言えば一番成績残してるよね。で、これ確かワールドカップも入ってないからね、ワールドカップ入らずにキャッシュカップとか FNCS だけで110万だから、もう大会だけで160万、いや1600万ぐらい稼いでるんよ、やばいよね。はい、というわけで、この動画見ていきましょう。はい、まずこの動画なんですけど、だいぶ昔の動画でございます。まあ、ルリは、まあ、最初直接だったんですよ。はい、これ今 PC 表記みたいになってますけど、直差しなんですよね、これ PSO の。はい、でタイトルが PSO 直差しで29キルソロスクワットということで、はい、これマジえぐいからね。まあ、この時、まあ、約、まあ、3年前なんですけど、まあ、ソロスクが流行ってた時代なんですよ。まあ、マーフィンとかボブとか俺とか結構やってましたね。はい、その中で、まあ、みんな、まあ、めちゃくちゃむずい30キルチャレンジするわけですよ。で、その中でですよ、このとこは PSO 直差しで29キルするわけですよね。はい、これやばいよ。いやもうね、最初から最後まで強かった、この男は。さあ、最後どうやって決めるんだ？なんかスナイパーで？さあ、あえて外す。そう、この時は左上注目してほしいんですけど、高村 MM。前はね、名前がね、高村 MM っていう名前だったんですよね。はい。はい、ビュークロー。29キル。はい、というわけで、見てください。まあ、この動画は僕の動画なんですけど、まあ、超絶最強トリオでね、アジア行けなとしないというわけで、ね、これがね、やっぱ結構俺の中でイメージでかいかな。昔ね、
俺とマンヒンとルリでねトリオを組んでたわけですよ。その時ねマジ俺らマジ最強で、もうマジ負けるチームマジいなかったですね俺ら。はい。で FNCS っていうのはある知ってるでしょ。それの第1回目で俺とルリとマーフィンで、まあ、1位を取ったわけですよ。まあ、この時も、まあ、ルリがね、IGL とかいろいろしてたわけですよ。いや、この時にルリのおかげで1位取ったみたいなもんだよな、マジで。はい。続いて、見てください、このタイトル。俺らがナンバーワンだ。マーフィンとポブでアジア大会制覇。はい。これはね、第2回 FNCS でございます。シーズン、チャプター2ですね。はい。さあ。飛ばします。はい。もうルリさんはなんと2連覇しちゃってます。まあ、僕はもうこの時にもうトリオ解散だったんですけど、ですね FNCS 2連覇しちゃってます。ルリさんは、はい、やばいよ。その時点でも2連覇ってやばいよね FNCS。 いやーすごいな。これで1位というね。いや羨ましかったねこの時は正直。うん、俺の気持ちから言うとめちゃめちゃ羨ましかった。うん、いいなって感じ。はい、続いてこれが一番でかい。これ皆さん見てください。これ皆さん忘れていけないです。ルリのもう一番偉業を成した瞬間ですね。全豪オープンで16歳が日本史上初の快挙ということで、はい、これは AO っていうね、ほぼもう世界大会って言ってもいいレベルの、まあ、大会、まあ、オフラインイベントで、まあ、それでね、ルリさん、とあることを成し遂げるんですよ。さあ、これマジですごいからね、この瞬間。ちょっとなんか実況もいろいろついてるんですけど、これマジでやばいからね。これ全員最強です。いや、うまいな、相手も。あ、ここもう、あれないよね。めっちゃ激論なるんやね、割と。うわ、でも落ち着いて上から打ち方エロいなー。これ甘えない一個も。さあ落ち着いてフロッパック、はい、ビクロイ、そこ1ビクロイ取るんですよ。このやば AO でビクロイ、いやーすげえかっけーよ。で、ここの左にいるのは俺です。めっちゃ羨ましそうな顔で見てます。めっちゃ羨ましかったよなこの時俺の顔。いやーすげえなー。いやこれがやっぱルリの中で俺は一番すごいことだよ。これはね誰も忘れてほしくない、はい、フォートナイトの世界大会で初ビクロイだからね。はいはい、続いて見てほしいのはこれラストでございます。最後ねルリが、まあ、一番最後の、まあ、FNCS で一番いい結果を残した大会でございます。はい、まあ、これはね、まあ、全然、まあ、俺らとは関係ないよ。その、まあ、ルナとコヨタで出てた大会なんですけど、グランドロイヤルっていうマジで賞金の高かった大会で、2位を取っております。はい、いやどうよこれ、もう結果残しすぎでしょ。 FNCS やらもうなんやら、これがルリの凄さでございます。もうルリはねベスト IGL なんよね。やっぱルリはね IGL がマジでうまい。だからこそこういう若い子たちにも求められてる存在だし。いやーすごいな、めっちゃ喜んでる。はい、これが、皆さん、ルリのフォートナイトの全てでございます。はい、いやどうですか、すごすぎるでしょこの結果の数。いやこれからはね、まあ、ルリは、まあ、フォートナイトの競技は引退しちゃったと思うんですけど、まあ、観戦とかそういうのやるのかな、まあ、だから、まあ、ルリの姿が見えなくなるってわけではないと思うので、よければまたね、まあ、いろんな姿のルリを応援してあげてください。はい、というわけで今日はこんな感じで終わりだと思います。ご視聴ありがとうございました。皆さんお疲れ様です。バイバーイ。